はい、ファルコンというオートバイの紹介です。多分中国製のものですね。メーカー名が書いてないんですけど、多分クインキーとかあの辺でしょう。お、ファルコン、ナルカディアと書いてありますね。そうですね、クインキーですね、これ。チャイナのジアングループと書いてありますので、これ書いてあると思うんですけど、駆動車です。エンジンかかりません。バッテリーも入ってません。鍵はあります。ミラーありませんね。ただ外装だけはとても綺麗です。すごい綺麗です。まあ多少傷はあることはあるんですけど、ですのでまあ部品取りとかにはちょうどいいんじゃないかなと思います。あとタイヤも比較的山は十分残ってますね。ケンダというメーカーのタイヤが入ってます。よくわからないんですが、はい、駆動車なのであまりこう私も喋ることがないんですけど、一点だけ僕がいいなと思ったポイントがあります。それはここですね。ここ平らなんです。フラットなんですね。150もう中型の、スクーターでここがこんなにフラットで広いバイクっていうのは他にないんですね。ベクスターもフラットですけどもうちょっと狭いですね。はい、あとメッドインそんなに大きくないです。こんくらいしか入らないですね。あとまあリアキャリア、これ見た目アルミダイカストっぽいんですけどプラスチックです。これで中に鉄が入ってます。鉄のですね、芯材が入ってますね。あとここにマークがあるんですけど、これなんですかね。僕トヨタに見えるんですけど、トヨタの T の上の横棒がちょっと下に下がって真ん中に星がついてます。宇宙っぽいですね。スタートレックみたいな感じです。で、アルカディアって書いてあります。アルカディアってどういう意味なんでしょう。わかんないですけど。あと付属品がつきます。付属品といってもタイヤとかその他の外した部品のようなんですが、これを回収させていただいた時についてたやつですね。はい。というわけで特に走ったりはできないんですけども、外装が綺麗な部品取りのファルコンです。はい、激安で出しますんで、どなたかどうぞ、教材にですねしていただければいいと思います。ちゃんと書類もついてますんで、直れば登録することも可能です、はい、というわけで、ファルコン150ですね。どなたかよろしければどうぞお願いします。はい。